墓。墓は遺体、または遺骨を治めて、個人を弔う構造物。墳墓、墳営とも言う。一般に、墓石、墓碑などの目印を置き、これを墓標という。また、この墓石、墓碑を指して、墓ということもある。墓は、墓石、納骨館、家老と、境界石、外作などから構成される。 死者の霊を祀ったり慰めたりするための施設として病、慰霊碑などが建設されることもある。日本においては、仏教寺院や神社が創立されることもある。神社については、人身を参照。王などの有力者は巨大な墓を築くことが多く、それらは単に死者を祀る場ではなく、個人の成した業績を後世に伝えるモニュメントとしての、性格も帯びる。王や皇帝の墓は、 寮や寮母と呼ぶ。また、古代日本では墓を、奥、都の城、奥津城、奥月と呼んでおり、これに習って、新東部をそう呼ぶ。面積で、世界最大とされるのは、日本の大占領古墳、仁徳天皇陵、大阪府堺市である。墓を設けるのは、人類共通の習慣ではなく、これを用いない民族、文化も多い。インドや、 インドネシアバリ島のヒンドゥー教においては、遺体を仮装した後に、遺体と遺骨を川もしくは海に流し、またはガンジス川に遺体そのものを流して、水槽にし、墓を設けない。また墓を建てても、子孫らがそれに継続的に参拝することは、必ずしもイコールではない。キリスト教とも、かつては、教会内部に死者を収め、最後の審判時に復活することを待った。 インターネットの普及に伴い、日本、中国などでは、本来の墓とは別に、ウェブサイト上に仮想的な墓を作り、そこで、墓産や基調ができるようにするというネット墓というサービスが、専門業者、寺院により運営されるようにもなっている。墓には次のような形態がある。日本における母性は、柳田国男の民族学の研究が土台になってきた。柳田系民族学は、 人間の肉体から離れる霊魂の存在を重要視したため、遺体を埋める梅墓、草地とは別に、人の住むところから近いところに参り墓を建て、祭り地、死者の霊魂はそこで採取するという、両母性が、日本ではかつては、一般的だった、としている。草地と石塔と隣接させるのが、田んぼ性としている。そのため、遺体を埋葬する墓所はあったが、墓参りなどの習慣はなく、 従来の日本では全く墓は重視されなかったとしている。しかし、このような母性には批判が出てきている。岩田重則は、お墓の誕生、岩波新書の中で母性をの3つの基準で分類している。現在一般的なお墓は、遺骨、被埋葬、石刀根流型。墓に石刀ができてきたのは、仏教の影響と関係の強い近世の江戸時代あたりからであり、 それ以前は、遺体は燃やされずに埋葬され、石灯もなかった、遺体、埋葬、非混流型。また、浄土真宗地域及び、日本海側では、伝統的に火葬が行われ、石灯は混流されなかった、遺骨、埋葬、非埋葬、非混流型。このように、柳田の言う、単母性、両母性というのは特に、遺体、埋葬、混流型に限った議論において、 装置と祭り地が空間的に隔たっていることの分類に過ぎず、日本全国の多様な母性の歴史的変遷に対応させるには無理があるとの批判である。日本でも沖縄では、吉光母、亀甲キッ吉光バ,バカや、ハフボは不バ家、家型の墓など、中国南部風の本州と異なる墓も見られる。吉光ボの形状について、人は死んだら、 再び母親の体内に戻っていくという趣旨で、その体内をかたどったものという説明がよくされるが、属説である。沖縄では、埋葬がなく本土の母性との議論は難しい。風葬も参照。現在でも沖縄県の一部では、墓は、ただの納骨所として、祭祀の対象としていないところも存在する。宮古島、石垣島には、外下墓があり。 宮古島市島尻には三つの核がある。石組、グスクで囲った大きな墓、長墓があり、多数の骨があるが、祭祀が行われたかは不明である。最近、科学のメスが入れられつつある。また、過去には沖縄と似た母星であった奄美群島は、現在では本土の母星に準拠しており、風鎖などは行われていないが、奄美大島には沖縄本島から移植された。 白的古母軍と呼ばれる母軍がある。第二次世界大戦前までは自分の所有地の一角や隣組などで墓を建てるケースも多かったが、戦後は基本的に霊園などの名前がついた地方自治体による大規模な公園墓地以外は寺院や教会が保有、管理しているものが多い。都市部では墓地用地の不足により霊病や 納骨堂内のロッカーに骨壺を安置した形の、いわゆるマンション式が登場している。なお、地方自治体や寺院などの霊園や地域の共同墓地に墓を建てる場合は、使用権、永代使用権に基づく、使用料、永代使用料や管理費などの費用がかかることがほとんどである。金額については、その設置者により異なる。人によっては、生前に、 自らの墓を購入することがある。これを、こ寿良、受領母、逆守母という。また、自らの預かり知らぬところで付与される形式的な、没後の名を糸い、自らの意思で受戒し、戒名を授かることもある。この場合、墓石に掘られた戒名は、主寺で記され、没後の戒名と区別される。現在の日本では、 火葬後に遺骨を墓に収納する方式が主であるが、土葬も法律上は妨げていない。一部地域の条例を除く。詳しくは土葬を参照。現代における墓地は、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域を言う。なお、墳墓とは、死体を埋葬し、または小骨を埋葬する施設である、墓地、埋葬等に関する法律、第二条。 なお、墓地について、その他地方税法などで優遇されているものもある。墓地は、公衆衛生上その他公共の福祉の検知から、様々な行政上の規制を受ける、などである。少子高齢化により、墓を継ぐ小山孫がいなかったり、疎遠だったりする家庭が増えている。このため、就活の一環として、無縁物にならないよう、墓じまいする人もいる。 それでも何らかの形で墓に入ることを望む人は、永代供養を依頼するほか、他人との合奏墓を選ぶ場合もある。韓国では、儒教思想と風水地理思想が支配的だった李氏朝鮮時代以降、土葬が主流であり、一人ずつ土を盛り、風粉を作って埋葬し、秘跡を建てる慣習があった。しかし、土葬するための土地の不足などから、 仮装を奨励する市民運動なども起こり、仮装をする人が徐々に増加。仮装の増加に伴い、土マン銃を模した納骨堂や家族農骨堂など新しい形の奨励施設出現している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。